こんにちは。スチームパンク家具職人、犬小屋家のポチです。本日は自宅の庭から失礼します。庭付きの古着を買ったはいいんですけど、庭木は荒れ放題な家には謎の器具がパンパンに詰まっていて、どこから手をつけていいかもわからないですね。散歩しながら悩んでいるところです。まさに犬小屋かよーってね。あ、庭のスチームパンク化計画も動画にする予定なんで、気軽にお待ちくだされば幸いです。今回はスチームパンク宝箱の最終章、歯車機構編をお届けする手はずだったんですけども、実は歯車作りにびっくりするほど労力をかけてしまったので、せっかくだから見ていただこうかなという出来心から一本動画を作らせていただきました。オリジナルの歯車を作ってみたいという人にはぜひご覧いただきたい内容となっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。というわけでですね、今回は歯車を作るっていうことなんですけれど、まあ正直市販品で結構です。ただ今回は欲しいサイズ感のものが見つからなかったので自作してみました。正直これが、スチームパンク宝箱の中で一番時間かかってます。さて、実はというかやっぱり歯車を設計するためにはそれなりの計算が必要なわけです。小学校の時に数学どころか、算数を見限った身としては、数字を見るだけで頭痛と眠気に襲われるんですね。でも今回は可愛い歯車さんたちのために頑張りました。結論から言います。この公式そして計算チャートがあれば歯車が設計できます。詳しい説明や理論の解説なんかは多分需要がないんで要所要所省いていきますね。用語も文系の自分が一生懸命噛み砕いて平易な表現を頑張って使ってるんで、厳密には工業用の設計と微妙に違ってる可能性があります。ご了承ください。各公式のご紹介だけしていきます。不要な人は飛ばしていただければと思います。それではまず直径×波数×M からですね。直径、これは分かりますね。ここで言ってるのは歯車設計の基準になる円の直径です。出来上がりはこれより少し大きくなります。次の波数も分かりますね。自分がその歯車の歯を何本にしたいか決めて自由に入れていい筋です。ただし、あんまり多くても少なくても回りにくくなりますのでご注意。そしてモジュール。モジュールっていう言葉を聞いたことあるんじゃないでしょうか。これはざっくり言えば歯車の歯1本分の形という単位の話ですね。言ってみれば図のような形をあらかじめ作っておけば歯車なんて一瞬で描けちゃうわけなんですね。ですからこの公式たちは基本的に一本の歯を導き出すためのものと考えることができます。次の式、前歯丈というのは歯の全長ですね。モジュールに合わせて歯の長さが変動するというわけです。この目安が 2.25 倍。その下にあるピッチというのは歯と歯同士の間にある溝を合わせた幅です。王と凸凸凹のワンセットっていうイメージですね。パイは割愛。圧力角ですが、これは歯車同士が噛み合うときに効率的に握力がかかるように考えられたこう曲線っていうか角度ですね。これと後で説明するインボリュート曲線を組み合わせることでほぼ歯の形は決まります。最後に指定円直径ですね。これはさっきの前歯丈の底辺に当たる部分です。歯の付け根ってことですね。それが最初に出てきた、基礎円の 97.75% のサイズだよって話です。この数字実は自分が独自にというか勝手に出したもので、より正確な歯車を描きたいなっていう人はご自身で計算してみてください。とまあこんな感じですかね。一つ一つはそんなに難しい話じゃありません。計算を地道にして形を作っていけば誰にでも犬にでも歯車は描けます。ってことでここからはざっくり見ていきましょう。こちらも自分勝手にまとめた計算チャートです。このチャートに必要な数字を埋めていけば歯車の設計に必要な数字は全部出てきます。電卓と小学生程度の算数の知識で十分です。今書いているのはモジュールの値と基礎円ですね。この2つは基本的に好きな値で大丈夫です。それと、これは歯車の中心に開ける穴の設定ですね。だいたい 1.5mm ぐらいでいいかなと思います。で指定円を書いて、公式は赤文字のやつです。計算して分かった数値はチャートに数字書き込んでいきましょうね。次は前歯丈ですね。この 2.25m とかいう取り付く島もないような公式、分かりません。自分はなんでこうなるのかが分からないと先に一歩も進めない性格なんですよ。こういうものなんだよっていう説明、本当何の意味もないからなって
毎日思ってました、中学の頃。あ、これは前肢丈から有効肢丈という歯車が直接噛み合う部分の長さを取り出してますね。で、それを基礎円に足したピッチ円というのを図に足しておきましょう。あ、そう考えると昔から数学の公式って無理やり独自解釈したり自分なりの公式っていうか図式みたいなのを作ってなんとか納得してた気がしますね。今回もその結果生まれた動画なわけなんで、そう考えると文系怖いね。さてさて、インボリュート曲線に来ました。これはきちんと噛み合う歯車にするための最重要項目だと思います。自分としてはなんですけど、この世に産み落とされる歯車にはみんなきちんと噛み合って回ってほしいなって思ってるところがあるんです。そのための一工夫だと思って少しの間お付き合いください。インボリュート曲線は手書きだと一瞬で書けちゃいます。それを画面上でやるには若干の工夫が必要なんですけど、それもそんなに難しくないんで一緒に見ていきましょう。まずは円を32等分する線を書きます。なんで32なんだって話なんですけど、時計でいうところの12時から3時の間、円の4分の1の部分に直線を4本書いていきます。それぞれ2分の1ずつ距離を縮めて書きたいんで、最終的に8分の1等分の位置を知る必要があるんですね。で、8分の1だから8と円が4分の1なんで 8×4 の32ですよね。合ってますよね。それで書けた直線たちの頂点を結ぶ曲線をここに書いていきます。ポイントとしてはいられで書く場合なんですけど、曲線のアンカーは両端のみ、真ん中とかつけないで両端のみにしてください。またハンドルはそれぞれ垂直水平を保ったまま調整していくと綺麗に書けます。インボリュート曲線が書けたところで、いよいよ歯の形を作っていきましょう。回転ツールで曲線を動かして、小さい円とうまく接する位置に、曲線を置きます。それをさらにリフレクトして反対側につけます。あ、この時回転の軸は基礎円の中心ですからね。あとは蓋をして、支点円と歯をつなぐ線を適当に書いて、それらを一つの形に合成します。形がまとまった瞬間ってちょっと嬉しいですよね。やっとこの数週間報われたぜってなります。実は歯車の勉強するのに1ヶ月かかっちゃってるんですよ今回。でももうここまで時間も手間もかけたんで忘れることはないと思うんですよ。分かるまで必死に勉強する癖をつけてくれた中学時代の自分に感謝って思います。あ、この時点で作った大切なモジュールは数値とともに別ファイルで保存しておくのがおすすめです。ということで歯車完成。一度モジュールができてしまえばあとは楽ちんですね。そのモジュールをもとに好きな円のサイズ端数を設定して、出来上がった歯を円の上に並べていけばもう歯車ができてしまいます。これで大小さまざまな歯車が楽しくくるくる噛み合いますね。一度設計手順が分かっちゃえば他のモジュールの歯を作ることも、まあ、簡単ではないにせよさっとできますね。忘れないうちにある程度他のモジュールも作っておけば、いくらでも歯車を量産できてしまうっていうことなんですね。すごーい。あ、ちなみになんですけど、直径イコール端数 ×M っていう式からなんとなくわかるように、モジュールは端数と円の直径と密接に関係してます。つまりあまりにもサイズ差のある歯車を作ると歯の形が適切じゃなくなってしまうんですね。てかそもそもうまく回らないんで、そのあたりはほどほどにしておきましょう。ということで、ここまで来たらあとは好きな柄を描いて適宜アウトライン化して出力したら完成です。余談ですが、ホームセンターでレーザー加工機を借りる場合、速度や強度の設定というのが割とシビアです。映像のアクリル板は30分以上かけて出力したのにポシャってます。時間貸しが多いと思うんですけど、焦らずケチケチせず、あと予習もしてですね、多分ネットに載ってるんで、まあちょっと時間長めに見て気を引き締めて頑張ってください。今回は犬でも作れるってことで、ド文系の私ポチでもできる歯車の設計方法をご紹介いたしました。せっかく歯車を使ってクラフトをするなら、自分の好きなサイズ好きな柄でやった方が楽しいんじゃないかなと思いまして、しかも自作歯車って絶対楽しいじゃんって思います。もちろん出力しないで画面上で組み合わせるだけでも楽しいと思うので、この機会にちょっとチャレンジしてみていただければ嬉しいです。報われます。歯車が完成したら、次はいよいよ宝箱に取り付けくるくる回しましょう。次回の講師もお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。それではあなたに旅の幸運を。